はい、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日は、神バトルロードイベントが4日目に突入ということで、こちら6戦目、パニガルムがやってまいりました。防衛軍みたいな感じで、時間によって色々ボスが違うんかと思いきや、パニガルムに関してはエルギオスのみらしいです。まあだったらパニガルム、かっこエルギオスって書いとけって話だとは思うんですが、まあ文字数の都合上そういうことはできなかったんでしょう。で、前回動画撮った、リザードマンがめちゃめちゃ強いという、そういう動画見てくれた方もたくさんいると思うんですが、通常攻撃でめっちゃダメージ出せるっていう、まあ、ただ今回のエルギオス、なんと風耐性がある、それも 20% もというか、光耐性以外に全て耐性を持っているんで、まあバッチとかも光耐性の方にした方がいいんじゃないかって思う方いると思うんですが、リザードマンにはもともとこちらの月光流剣術の方に風属性の特技の威力が 20% ついているんで、風以外にした時点で 20% ダメージ自体が落ちちゃうんで、まあそうなると、まあ敵の耐性とかもろもろ見てもプラマイゼロになるわけなんで、もしリザードマンで行くんであれば、普通にこの前紹介した風属性特攻のやつ、それで行くことをお勧めする。まあいろいろ付け替えるのもめんどくさいし、というわけで今回エルギオスどんな感じなのか早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあエルギオスといえば、とりあえず雷耐性とかその辺が重要ではあるんですが、料理とかを食べさせられないんで、まあとりあえず風雷の印籠をつけときますか。まあ、あとは麻痺耐性とかその辺もつけていただいて、まあ基本的にエルギオス対策をしていくといった感じ。バッチとかで耐性を揃えるもよしですね。じゃあこちらのパニガルムやっていきましょう。12人でパーティーを組むっていうこともできるのかな、わかんないけど、今回パニガルムは初ですからね。仲間モンスターでやる場合にはどうなるんでしょうか。まあさすがにやっぱ道中の強化バフは取れないといった感じ。構成に関してはわーっとあって、まあいい感じですね。いいか、あれ、ちょ待って、あれ、ああ大丈夫、12人いるね。今ワンチャン8人かと思った。はい、というわけでエルギオスやっていきたいと思います。まあ BGM がね、神ですねこれね。とりあえず、なんだこれ。いやー、ちょっと待って、久しぶり、エルギオスが久しぶりすぎて、ようわからんのだが、とりあえず味方がなぜか2人死んでいる。まあ大丈夫。あ、で、全然大丈夫。これって、ダメージ見てほしいんだけど、全然大丈夫ですね。あの、普通に風特攻で行っても何の問題もないぐらいダメージが出てる。あ、これ痺れさせてますね。いいね、キュルルいいね。もうこれボッコボコじゃないのこれ。いやだってもう、HP 見てくださいよ。もうなんか適当に30分遊んでただけで、もう3分の1ぐらい敵の HP がどっか行きましたよ。おい、これで必殺引いちゃって、おい、これの、うらぁ、ちばってばってばって、硬直がえぐい。あー、ちばってすま、それはすま、それはすまない。いや、でもなんか遊んでるうちに1分も経たずに敵の HP がすでに黄色行きました。なんじゃこりゃ、ちばって弱いな。エルギオス、やっぱプレイヤーでやってもまああれかもしれないけど、まあ仲間モンスターでやるとこんなに弱いんだな。よくわからんが、これ普通に石とか割らない方がいいんじゃないか。いや適当にやってほら、もう終わりそうだもん、あっさりと。なにこれ、もう行かなくてよく、集まんなくてよくね、これもうこのまま倒しきっちゃうよこれ。おらぁ、はい。なんだこれ、なんだこれ、エルギオスって、なんすかね。え、なんで出そうと思ったのこれ。タイムマスターぐらい弱いんだけど。まあ、とりあえず、初回報酬として、バッチ交換券の虹を手に入れました。ありがとうございます。まあ、なんか、なんとも周回しやすそうな感じですね。で、俺はちょっと気づいてしまった。このエルギオスに関しては、初回報酬、つまりお手伝い報酬が他のものと比べても、格段にもらいやすいんじゃないかっていうこと。まあ、ということは、つまりどういうことかっていうと、例えば、じゃあこのノラでタイムマスター行きました。そうなると、自分以外に初回報酬をもらっていない人が7人入る可能性があるわけじゃないですか。ところがこのパニガルムであれば12人やるんで、自分以外に11人誰かしら1人終わってない人が入れば初回報酬がもらえるわけなんで、いやそんな11人もいたら誰かしらはやってないだろまだ。そういうことを考えると、いや今回パニガルム大当たりかもしれんね。結構そのエビプリとかやってると初回報酬っていうかお手伝いボーナスがもらえなかったりはするんですが、まあ、結構そういうことあったんですが、ところがこのエルギオスであればなんか、あんまりそういうことなさそうですね。で、さらに、これのいいところ、俺一つだけ、もう一つ思いついた。で、それが、通常のバトルロードのマッチだと、なんか、最初にマッチングしたら、真ん中に綿棒がいて、そいつに話しかけないといけないじゃないですか。ところが、パニガルムの場合であれば、こんな感じに、ほっといても、ボスに突入できるってこと。いや、これがあるおかげで、なんか最初なんか誰かずっと動かないとか、そういう事故、なんか放置勢がいたりする、そういうリスクが、このエルギオスに関しては、ないということ。これは、まあ、なかなかいいところなんじゃないの？わかんねえけど。
うらよいしょカラーの多いガジェットライスで、こんだけいるんで誰かしらね、レボルスライサーとかも入れてくれるでしょう。うらよいしょ。あとはもうニードルマンなり適当に属性つけておけば、もう誰かしらがフォースブレイクやって誰かしらがレボルスライサーぶち込むんで、いやこれ待って、エルギオス超周回しやすい神ボスかもしれん。これほらもう気づいたらもう敵の HP もう半分ないもんね。やばいこれ。待って待って待って、もう終わりそうなんですけども、じゃあもう必殺引いちゃいましょうか。これね、一箇所にみんなで集まるとか、もう多分そんなことやったら多分こいつ1分で解けるぞ。うらー、未だにあまり耐性を必要としていない。うら1万ダメージ。おいカララ、おいおいちゃ。そして超早ぶさ切りをくたば。な、待って、なんかこれ触れたらまずくね。あ、ごめんなさい、すいません、なんか調子に乗ってすいませんでした。ほんますすいませんでした。あれ石割ったらもっと早いかもな。ね、仲間モンスターであればなんか一瞬で割れそうな気はするから、この辺をうまいことやれば、まあ、かなり、てかもう終わりそうな。これ適当に、あとはじゃあ皆さんよろしくお願いします。適当にやってれば多分終わると思うんで、ありがとうございます皆さん。よーしよしよし、いいぞ。おら、おいおい、よいしょ。よし、一回死んだらもう起こしてもらうことはなく、そのまま終わりっていうね。はい、ビクトリーチップにさらにお手伝いボーナス。もうこんだけいるからね、そりゃもらえるでしょ。やべえ、神ボス来た、これ、やばい。あとはなんか他のとちょっと仕様が違うのか、通常の同盟のチャレンジバトルだと、終わった後になんか A ボタン押してない奴がいると、遅れている仲間がいますみたいな、でそういう表記が出て、ずっとなんか戻れないじゃないですか。あれがなんかとりあえず今なかったですね。なんか全員一緒に出るっていう感じじゃなくて、パニガルム同様に、もうなんか個人個人で出れるみたいな感じなんで、いやなんかすげえ快適なんだけど。いや、てか全部これでよくね？この仕様で。ね、終わった後にずーっと A ボタン押さんやつがいてさ、で、それずっと戻れないみたいな。いや、全然あるからね。あれマジでイライラするから、いや、もうマジで全部この仕様にしてほしい。ほんまに。やら、くたばれ、エルギオス！して必殺来ました。はい、必殺しちゃって、ごめん、感電したわ、なんかよくわかんないけど。誰か直せるやついないの、これ。直せるやついないね、誰もね。もう、これもう、ひたすら、もう、あとは、俺が死ぬまでひたすら攻撃するしかない。おら、よいしょ。よし、おいしょ。6000ダメージ。よっと、おら、6000ダメージ。誰か、あれ入れてほしい。レボルスライサー。お、いいね。キュルルいいね。これ、キュルル来たらもう勝ちでしょ。こんなもん一瞬で削りますよ、こんなもん。ほっぽっといてるだけで、おら、よいしょ。そして、おいしょ、もういっちゃ。あ、待って、フォースブレイクが入ってない。すいません。なんかすいませんでした。忘れてました。気持ちよくなりすぎた。よし。して、なんだこれ。これは大丈夫なやつ。で、あとは、おら。フォースブレイク入れて、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、ごめん、二段階攻撃なのか。つか、さっきそれを踏んだのか。内側寄っときゃ大丈夫だと思いきや、二段階攻撃だからもう一丁来るのか。ありがとうございます。じゃあとは、おら、ヒュー、おいしょ、ヒュー、ヒュ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 、おいしょ、もう一丁、あ、素晴らしい、1万3000ぐらい出た、ヒュー。いや、これ楽だな、これ周回めっちゃ楽。え、何、え、今回1の神ボスかもしれない。周回楽で、終わった後のそのストレス、なんか誰か A ボタン押してない、その事故もなく、ほら、個人で帰れるから、ほら。ね、これあっさり。最速で帰れて、なおかつ最速で始められて、お手伝いボーナスも、だいたいもらえるし、1分ぐらいで終わるし、なんだこれ。なんか周回しやすいとか言われてたタイムマスターが、なんかすげえゴミに感じてきた。あとは誰かが、最近はリザードマンがめっちゃ流行ってるんで、誰かしらフォースブレイク入れてくれると思うんですよ。そうなると思うのが、これニードルマンに属性強化で光つけて、で、さらに光属性をキマイラロードで付与して、で、人はまああとは適当にプクラスとかキュルルとか刺して、で、開幕馴染んで会心率を上げて、で、適当にベラとか差し込んだら、え、これ待って、ニードルマン最強じゃね、やっぱり一周回って、ほらこれまではフォースブレイクをする人がいなかったらニードルマンが完全にリザードマンに負けてるみたいな感じではあったけど、まあ、ただ誰かしらもうやってくれるっしょっていうことを考えれば、え、これニードルマン復権じゃないの。光攻撃で、あとはひたすらね、ちょっと火力は落ちるかもしんないけど、ただそれはもう攻撃回数というか、めっちゃ素早さ高いし、探検なんで A ピシの速度がとんでもないんで、まあその辺の手数でリザードマンを上回れるのではと。で、まあやっぱ問題はこう、リザードマンがね、誰かしらやるかやらないかって話だから、これでリザードマンがいなかったら全てが終わり。まあ、あとはキュルルできたら最高だな。よっしゃー、おらー、あー、ちゃー、やっぱ若干火力は低い感じはするな。まあでもその分、まあ、かなり、会心率の高さと、で、あとは、自分の、その速度。ち、やっぱごめん、死んじゃった。
風雷の印籠を完全につけるの忘れてた。まあまあまあ、気分を取り直して、で、毒も入ってるでしょ？で、あとは誰かが必殺っていうかガジェット敷いてくれれば天才なんだけど、まあちょっと誰も敷かないな、これ。まあ、やっぱ俺キュルルじゃない方がいいかもしれんな、こうなると。もうキュルルはもう誰かしらがやってくれる前提で、もう実際入ってるもんね、キュルル。だからちょっと今自分たちのパーティーにガジェットが何もないってところを見ると、まあ、ちょっとなんか自分やっぱガジェットつけた方がいいかも。あ、ようやく必殺来たけど、まあ、これキュルルなんだよな。あ、終わった。まあ、とりあえず風雷の印籠をつけていただいて、で、プクラス最強。で、味方にリザードマンはいい。ない。あ、いや、いる、ごめん。オッケー。で、レボルスライサーもいるね。さて、やりましょうか。もう完全ですよ。さっきとはちょっと自分は違う。雷耐性だってあるし、まあさっきのスパークで死ぬこともないだろう。これはまずい。大丈夫。でも、動きが早いからね。リザードマンだとその辺の動きがちょっと遅いので、まあ、ああいうのに当たりがちだけど、ところが、ニードルマンであれば、当たることがほとんどないというのが強み。はい、来ました。はい、これで、フォースブレイク入ったんで、おら、こういうのも余計熱い。なんか、ごめん、食らった。よくわからんが。よし、オッケー、大丈夫、大丈夫、食らった、オッケー。よし、オッケー、アウトは、おら。あ、やっぱ、こういう状況下ではやっぱ、リザードマンより全然ニードルマンの方が強い気がする。ほら、ほら、わかる。フォースブレイクさえ入ってしまえば、あとはニードルマンが手数でもう全部多分勝ってる。おそらく。おら、よいしょ。ちやべ、雷はすいません。雷はすいません。なんか死んじゃう。俺、ごめん、死んじゃう。やべ、死んじゃ、回復、回復、ありがとう、ありがとう、回復ありがとう。よーし、お、いいよ、いいよ、いいよ。あとはね、ちょっと、リザードマンさん、俺を引き立ててください。お願いします。俺を、ちょっと、てか、俺が、バイキルト、ようやくバイキルト今入った。オッケーで、あとは、ちょ、何すりゃいいの、俺。よくわからんが、いしも、エペチを何わからん、するかわからんくなったら、エペチオッケー。で、あとは必殺を引ければ、ガジェットさえあれば、究極の俺になれるんだが、いや、やっぱ、手数やばいな。リザードマン使ってて、ちょっと思ってたけど、手数少ない、リザードマンは。ところが、やっぱこう、ニードルマンは、ま、わかる、こう、多分リザードマンが1回攻撃してる間に2回ぐらい攻撃できてるから、その分がね、やっぱ、勝ってると思う。そういうところで。で、これガジェット敷くでしょ？もう遅いかな、これ。敷かない方がいいかな、これ。まあ、いいや、適当に。うら、よいしょ。フォースブレイクなしでもこれ。うら。軽いこれ。リザードマンばっか使ってたから忘れてたけど、やっぱニードルマンね、この軽さがいいわ。ってなると、ちょ、前回のサムネで、ニードルマン終了みたいな感じのサムネイル作ったけど、いや、違うな。これ、リザードマンが一匹でもいれば、ニードルマンの勝ちっすわ。ただ、さっきも言った通り、フォースブレイクがない場合で考えると、リザードマンの方が強いので、このエルギオスに関しては、ニードルマンの方が分があるかも。あ、というか、まあ、いや、どうなんだろう。リザードマンがいないと結局オワコンになるんで、まあ、なかなか難しいわ。みんながみんなニードルマン使ったら、まあ、そりゃ弱いし、一匹でもリザードマンがいれば強いんで、まあ、ってなるとやっぱ、どうなんだろう。固定で一人リザードマン入れて、みんなニードルマンっていう感じがいいのかな。あ、いいっすね、いいっすね。こういうのいいっすね。はいはい。ね、こう、固定を組むならこういう感じですよ。ニードルマン2人に、で、あとはリザードマンみたいなね。で、あとは1人回復役みたいな。まあ、これが多分ベスト。いや、ニードルマン復権ですね、これは。もう。んでは、おら、よいしょ。あ、いいね。開幕の必殺最高。ちょ、待って、これ、雷はごめん、聞いてない。よし、大丈夫。これ、避けて。いや、避けてね、なんで？避けたよ、俺。おい。で、隣で、なんか5000ダメージとか出してるけど、ほら、俺の手数の方がすごいでしょ。これ、ニードルマンじゃない、リザードマンとこう並べてみてください。わかる？リザードマンが1回攻撃する。その間に俺もう1回攻撃できるんで。で、ほら、3回。だから、1.5 倍ぐらい多く、リザードマンより攻撃できてるんで。だからその辺を見るとやっぱ、まあ、ちょっとやっぱ、ニードルマン、いいっすね。素晴らしい。ほら、で、この軽さよ。この軽さ。硬直がほとんどない。ティアベ、ごめん、めっちゃ感電してる。よしよしよし、ほら、素晴らしい。軽い。マジで軽い。ふわふわだわ、ニードルマン。やべ。もう敵の HP もね、もう残り少ないんで、もう適当にこう、ガジェットとか敷いていただいて。まあ、ただやっぱ問題は雷っすね。あれをどうするか。一匹ぐらいなんか、ね、プラズマリムーバーできる土偶とか、だったら豚とか、その辺入っててもいいかもしんないな。まあ、というわけでね、ちょっとエルギオスに関しては、リザードマンが一匹でもいる状況だったら、ニードルマンの勝ちということで、ちょ、なんかもう、リザードマン VS ニードルマンみたいな感じの動画になって、趣旨がずれてしまったとは思うんですが、まあ、とにかく、いや、エルギオス、いや、マジで神ボス、周回しやすいという意味で。
ということでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは神バトルロードイベントの4日目、パニガルムのエルギオスをやってみました。いや今回めちゃめちゃいいですね。お手伝いボーナスもめっちゃもらいやすいし、であとはめっちゃ楽だし、であとは誰か放置がいたとしても関係なしに戦闘が進んで、関係なしに外に出れるんで、通常のその同盟チャレンジと違ってもう開幕に誰か放置しててなんかずーっと戦闘が開始されないとか、ずっとなんか戻れないとか、そういうストレスなく、お手伝いボーナスもめっちゃもらいやすくて、いやもう完璧、最高のボス。いやこれからしばらくはね、ひたすらエルギオスに潜ることでしょう。皆さんもぜひともやってみてください。ニードルマンも復権です。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。